2017年夏季ユニバーシアード2017年夏季ユニバーシアードは2017年8月に中華民国の台北市で行われた第29回夏季ユニバーシアードであり台湾発の国際総合スポーツ大会でもあるブラジリアと台北が立候補2011年11月29日国際大学スポーツ連盟より台北に決定したと発表された 大会期間中の言語面のサポートをするため、実行委員会は2016年3月と8月の2回に分けて台湾在住の外国人なども対象にボランティアを募集した。台湾に生息する台湾付きのワグマをモチーフにしたクマさんブラボー。2017年8月19日に開催された開幕式の直前に政府の年金改革に反対する団体が 競技場の外でプロテストを行った。その原因によって、運動員入場式の時、カナダ以降の選手団が入れず、各国の国旗だけが入場した。また、イスラム国の同乗者が国境に入った恐れもあった。5600人以上の中華民国警察は、開幕式を安全に開催するために監視を行った。相当の蔡英文は、ユニバーシアードの正式開催と発表した。 閉幕式の時、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、デンマーク、ドミニカ、イギリスの運動員は、ありがとう、台北というバナーと、中華民国の国旗などを持って、台湾へシャイを表示した。閉幕式の花火。2019年ユニバーシアードの開催者のイタリアのナポリも、閉幕式で演出した。開催される22競技のうち、選択競技は7種目。 公開競技が一種目となっている。開幕式の時の蔡英文。詳細は2017年夏季ユニバーシアードでの国、地域別メダル受賞数一覧を参照。ありがとうございます。